全国のカレーうどんの美味しいお店後編、最後のお店は注目だ。それでは行きましょう。兵庫県神戸市のカレーうどんの美味しいお店、お店の名前です。特上カレーうどんと特上カレーうどんがあるそうだ。神戸で一番美味しいカレーうどんと呼ばれてるみたいだ。続いても兵庫県神戸市のカレーうどんのお店、お店の名前です。カレーうどんの上にご飯と卵が乗ったうどんとご飯を両方楽しめる変わったメニューがあるそうだ。もちろんカレーうどんの美味しいお店だ。続いては兵庫県西宮市のカレーうどんのお店、お店の名前です。ここのカレーうどんは辛さが7段階から選べるらしい。辛いのが得意な人は激辛とかもあるよ。カレーうどんのメニューは6種類もあるそうだ。ここはそばも有名みたいだけど、うどんも高評価だからチェックしといてね。続いては兵庫県神戸市のカレーうどんのお店、お店の名前です。ここはカレーうどんの大会で金賞を取ったお店。こだわりの沖縄製麺と23種類のスパイスを使ったカレーうどんです。続いては兵庫県神戸市のカレーうどんのお店、お店の名前です。ここは元祖カレーそばのお店みたいです。しかしカレーうどんもかなり高評価です。続いては兵庫県神戸市のカレーうどんのお店、なぜそんなに兵庫県が多いのか後で説明します。お店の名前です。ここのうどん屋のトッピングの多さは素晴らしい。兵庫県明石市のカレーうどんのお店、お店の名前です。大人気のお店に並ぶ可能性は高い。特大のエビカトンカツと一緒にカレーうどんもどうぞ。兵庫県西宮市のカレーうどんのお店、お店の名前です。なんとカレーうどんが500円で食べれるお店だ。カレーうどんの大会で金賞を取ったカレーうどんが500円だ。兵庫県明石市のカレーうどんのお店、お店の名前です。カツカレーうどんが一番人気みたいだ。メニュー用にカツカレーうどんは奥山絶品と書かれてた。大阪府大阪市のカレーうどんのお店、お店の名前です。実は今紹介してるすべてのお店がうどんの大会で金賞を受賞してるお店です。西日本の大会で兵庫県で開催されたので兵庫県のお店が多かった感じです。ここのお店の親子丼も激うまみたいです。大阪府東大阪市のカレーうどんのお店、ここは焼きチーズカレーうどんもあるようだ。大阪府大阪市のカレーうどんのお店、お店の名前です。カレーうどんと天むすが大人気のお店です。カツカレーうどんも人気です。大阪府門真市のカレーうどんのお店、お店の名前です。鶏天とちくわ天と豚カツがめちゃくちゃうまそうだ。もちろんカレーうどんと一緒に食べれます。宮崎県都の城市のカレーうどんのお店、お店の名前です。豚軟骨のカレーうどんと豚軟骨のスープカレーうどんがあるそうだ。まずはそのまま、次はチリソースで味変だ。最後にスープが残ったらリゾットにして食べるそうだ。兵庫県西宮市のカレーうどんのお店、お店の名前です。ここはなんとカレーうどんの大会で西日本でナンバーワンに輝いたお店だ。カレーうどんは和風だしで美味しい。一口とんかつもかなり美味しい。いかがでしたか？今回紹介したお店はすべて西日本の大会で
金賞を受賞したカレーうどんのお店です。以上になります。